ップ。カードとしてはバイソン、そしてラダになります。シブス、どうやらこの友人のシャックスのかなり研鑽積んでるようで、シャックスもかなりララ使ってるので、そうですね、吸収できてることありそうだなと。なるほど、思いますが、この組み合わせは茂木さんいかがでしょうか。そうですね、やっぱりそのバイソンは先ほども言ったように前に来る相手をこうダストでダッシュストレートでとがめるっていうスタンスがあるので、ただララ側も一回近づいてしまえばそのクラップをすごく機能させることができると思うんですよね、なんでそれがすごく捕まえてしまえば倒しきりまでいけるっていうのが組み合わせとしてあると思いますね。さあ、ただシブスは V リバーサルを使うことを選びました。爆発力の高い V トリガーはかなり遠くなりました。はい、いや止まっている、ボルトチャージからダウンを取って EX サンダークラップ距離を取ります。これで追いかける形になったのモップ、苦しい状況です。突破口が開けないようなこのエリア、反撃、おっと投げ噛み合いました。クラカン通ってはいけないものが通ったか。最後は丁寧に投げ抜きを誘っていきました。まずはモップ選手、やっぱダッシュ台形っていうのはバイソンの攻めの選択肢として強力ですね。これも読み切っている。そしてこのモップかなり端に作る時間、端を作る時間が早い。そうですね、ですね、ここまで。うお、殴る殴る。このクラップの足元を貫いていく。すごい、なんか動かせない、ね、そうですね、先に技を押して相手の技の出かかりを潰すっていうようなスタンスが見えます。モップが対応を続けるこの第2ラウンドです。ただこの触ってしまえばっていうところがあるんですけど、切り返しますね。うわ、返しますね。うわ、そして立ち弱から EX ダッシュストレート、お見事。アバンテによるテンポアップもものともせず、そうですね、しっかりとボタンを押してますね。はい、さあシブスとしては、まあ、メナとも使用できるんですけど、やっぱりバイソン相手には、まあ、苦しいマッチアップなのでララの選択なんでしょうが、ここはしっかり跳ねのけたモップラポ。なんか展開的にはやっぱバイソン側、モップ側がすごくやりたい展開にできているのかなっていうところではあるんですけど、さあしかしここは続投という形になります。あ、そしてクラップにこのしゃがみ強形、なるほど、早いですね。だけど今のしゃがみ台形よく押したなっていう、むしろ、はい、ちょっと前に入りすぎるとその判定が先に当たってしまって、そうですね、そうなんですよ、ララガのリターンになるんですけど、はい、かなりいい距離を保っている、うん、いや、そして終始この優勢なペースが崩れない。モップラポ後ろ投げでスタンまで、圧倒的な地上戦。いや、バイソンペースは崩れないような、ね、やっぱクラップに対して最初のしゃがみ台形だったりとか、はい、やっぱ対応できているっていうのがすごく、ただ目の前にこのように置かれてしまうと結構嫌なはずなんですけど、いい飛び通しますね。さあリング際スタンが危ない状況、クラッシュカウンターギリギリ狙いに行きました。シブスは持ち前の爆発力を生かせない展開が続きます。それはモップが攻め続けているから。中和シャツを、さあテンポアップ、アバンテから展開を速くしていく、浮き目を取りません。ラッシュかけていくが、モップが固く守ります。配置狙っている。さあ耐え切ったと言っていいか、モップ、もうシブスの V トリガーはほとんどありません。ヒットしている、これ大きい。裏側からアクションかける、V リバーサル。ただリソースをすべて吐き切ったなシブス、ゲージがありません。対してもプラポはアウトボクシングに徹する。アウトだ、そうですね、これ狙っているか、いや、ただ噛み合っている。シブスが取っていくか、おお、これは V リバーサルが漏れた大ダッシュストレートだったのかなと思いますね。そうですね、モップとしてもこの EX クラップを狙っていたような位置取り、そうですね、でしたが結果的にはシブス、それとも刺さってくる。アバンテに対しての対応が的確なんで、はい、ララ側がやっぱラインを画面を押すことができない展開が続いていますね。難しい状況ですよね。だから地上の歩き自体はかなり遅い方なので、そうなんですよね、無理やりのアクションが必要になってくる。ここで投げ抜きを誘う、相手の対応を迫った。モップが体力リード、最後も強敬、圧倒的に制圧するこの地上。2本目もモップ、
そうですね、その勝ちに至るまでの好記録を引き出せてないっていうのが、うん、すごく裏側にあるんですけど、ですね、それ以上に、うん、モップの好記録が高えなっていう、うん、本当にわずか数十数秒足らずで画面端まで持っていって、うん、ちょっとそうですね、時間としては苦しい時間が常に渋沢続いてしまう、うん、ただこれも継続、いきなり中断仕掛けてきました。ただ渋沢耐えている、まあ、精神的にもモッパ有利な位置にいるでしょう。そうですね、であの 2-0 っていうリードも奪っていることができるんで、はい、なんでやっぱ強気の選択肢を取れてますね。そして地味なこの地上の差し込み差し返しが光るこのモップ、うん、ただいい飛びを通した渋沢、今度はチャンス、3セットホイール、ララの爆発力ここで生かさなければいけないが抜けてる、危ないシーン、なるほど、しかし力技で押し切った。そうですね、多分クラップ用の起き上がり V スキルだったと思うんですけど、はい、クラップが残ってましたね、残ってましたね。シブスも取れたものの若干不安材料が残るような勝ち方になりました。この崖っぷちの状況から這い上がれるか、しかしその手羽をくじくような一撃、さあ V トリガーでフォロー、さあ高いジャンプも着地、ここも刈り取っていく B3、体力リーダーモップ、さあストンピングからもう一丁、大きなリードを取って画面端はシブス、 V トリガー発動したいですね。そうですね、 V トリガー発動してしまえばっていうところではあります。ただこの画面端のキープはモップ、やっぱモップの攻めがすごく硬い選択肢、硬い攻めで、手堅く、相手の暴れを通さない攻めをしっかりと組み立ててます。そして伸びきった足を刈り取って、今度は腕を取り切って完全制圧成功か、カウンター一角に伸ばしてほぼほぼ被弾なしでダブルアップを狙いに行く、クラッシュカウンター、後ろ投げ入れ替えた渋沢、チャンスあるか、膝から V トリガー発動です。 V リバーサルバッファローヘッド、画面を押し返していく、ラッシュをかけてここで対応に徹するモップ、カウントストレート 3-0、 圧倒的な内容でした。